だから人の悪口ちょっと一回もう、じゃあ内藤ちょっとここで約束しましょうよ。1ヶ月間人の悪口言わない放送してやってみてください。あ、1週間で頑張ります。まあ1週間でもいいわ。1週間でもいいわ。1週間俺の時とかそういうんじゃなくて、こうみんな全員ですよ、全員はいの悪口を言わない配信、ちょっと1週間ピッチ、じゃあ今日から日曜日、次の日曜日までやってみてください。それ1週間頑張ります。初めて出会った時のあのキャビキャビ感がもう意外にもうボツに変わったからね。自分を作ってたんだなと思ったけど、あの前の子だったら本当に結婚してましたけど、仕事をクビになってからおかしくなったらいきなり、それが抜けてなかったですね。いわばそれを今鹿児島に行って帰ってきた時に、俺の中ではなんか一番出会った時のまあコークさんにいるのかなと思ったけど、ね、やっぱ始めそうでしたけど、やっぱ自分がコロナになって熱が出て、で上の人があんな配信してからも一気にもぶち切られて切れてるし、で俺はもう熱は出てるし、そういうことやってるってそこまで分かんないですもんね。上野さんもあれでおかしかったかんね、俺ら。あんたの配信で。俺たちは相手にしてねえな。ちょっとね、僕にはあの、考え方の声が合いませんね。悪口言ったんでじゃないんだけどね、意見言ったら言ってるだけなんだけどね。これを悪口って言われると何も言えねえ、俺。だったらやめろもん。自分好きだよ、さしてもらうか。いや、そう思ったこと言って、そうなのってろから。あかんやつがあかんことまた言ってましたね。もうダメだな、あいつは。はい、日曜日から月か、2日ですね。1日半ぐらいでしたね。もうダメです。彼はもう終わりました。アルケさん3分ぐらい前に終わった配信で、俺も見てました、それ。ね、ちょうどね、入ってきたからね、通知でね、見たら、大関のこと言ってましたね。あれね、あれが悪口じゃないんだったら、もう何が悪口なのか、もう、よくわかりません、僕はね。せめて1週間だよ、1週間。1週間、人のこと言わなきゃいいだけなんだから。それを守れないで、開き直ってたでしょ。あ、もうこんなんじゃ無理だ。あ、もう今日で終わり。もう無理だ。これもう無理だね。ペナルティを与えてないから OK だと思っちゃうでしょ。いやもうペナルティはもう裏ではどんどんみんな動いてるよ。いやもう自分で気づいてないだけでしょ。いいんじゃない ?500 人出せや。500人出せやんじゃん。別に500人俺のとこ呼んできてもいいよ。構わねえよ、全然。500人出せやいいじゃん。で、やってみろよ、じゃあ。本当に口だけじゃなくて。やってこいよ。で、こっちだって命かけてやったろ、そしたら。